私の登場です。同じく規定演技、まずはバックフリップでしょ。さあ、彼は山梨からやってまいりました。といってもね、最近は結構平塚で乗ってるんですけども、さあ、世界選手権に彼も登場しています、ぜひぜひ。あ、もしかしてこの1というのはたった1回だけって意味なのかな。1分間の中でたった1回だけやるって意味なのかしら。さあ、彼の1分間のバックフリップ規定演技はどんな展開になるのか。それでは1分スタート。さあ、岡本輝政、元 J リーガーです。大分出身、そして大分、お、ちょっと止まっちゃった。あ、まだ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  OK、 まだまだ。さあ、1分ですからね、まだ16秒。さあ、この1分間でまずバックフリップ3人目です。3人のバトル、このジャンプ技だけのバトル、しかもバックフリップという限定です。さあ、引き波を作った、そろそろ来るか、バックフリップ。なるほど、バックフリップの中でもワンハンド入れてきました。そういうことかと、これはやられたと他の2人も思ったんじゃないでしょうかね。そうか、バックフリップでもワンハンドという技があったじゃないかと。岡本輝政、これはかなり高ポイントじゃないでしょうか。そしてもう1回マロンだ。バックフリップのワンハンドワンフットのマドンナ、ここで1分経過終了。なんとバックフリップの中でもワンハンドワンフットというマドンナの技を出してきました、岡本輝政選手でした。さあ、では皆さん、このバックフリップ部門のエクセレント、もしくはグッド。